レイモンドが練習してる。レイ、やっぱさ、なんかレイどんどんスイング綺麗になる。綺麗だね。こんばんは。今日なんかレイ教えてくれるんですか、また。え、何ですか。この間に引き続きまた教えてくれるんですか。そうですね、はい、ちょっとした、うん、まあ、ヒントになれればいいと思いますけど。ヒントにね、はい。まあ、最近が結構多いのは、うん、そのトップで、まあ、この間小池さんと小田さんも言ってたけど、うん、結構もう手が動くとか結構多いんですね、はいはいはい。まあ、あくまでもイメージだけど、なるべく、まあ、遠く持っていけば持っていくほどあまりオーバーにならないはずなんですね。遠く行けばそうそうそう、オーバースイングになりづらい。上げるというよりも遠く上げていった方がオーバースイングになりにくいはずです、ね、はい。まあ、もちろんそこまで伸ばしたままにはならないんですけど、イメージとして90度いかなければ、うん、はいはい、はい、小池さんがさっき言ってたみたいに、はい、うん、あ、それいいトップだね。いや、レイはさ、イメージとしてなるべく長く。レイと小池はスイングがいいんだよ。いや、お前が一番いい。俺が一番、何言ってんの。そういう身内やるやめよう。俺が本当汚いんだよ。自分が言うオーダーって、いや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 、もうだ、小池、小池、レイ、ゴーダオタクだ。だってね、うまいもん。めちゃくちゃいいよ。ミニツアーでも。じゃあさ、遠くに行くってことは、あれだっけ、デプス。ウィッツになりますね。ウィッツ、ごめんなさい。デプス。ウィッツ。はい。自分も良くなるのは、このまま、こう行きやすいですから、まあ、イメージとしてなるべく遠く。持っていくイメージとかドリルやります、ね、その時に遠くにする時の使う筋肉どこですか。もう右肩がもっと動くはずなんです、ね、右肩が動かない人は意外とこれ、ね、やっぱりね、アメリカで育った人はね、はい、みんな同じこと言う、うん、そうだな、プールっていうもんな。俺がさ言ったじゃん、うん、言ったね前ね、レッドベター行ったりとか、うん、人脈に行ってどこ行っても全部右プールしようって言ったけど、うん、そうだね、日本で、うん、ずっとゴルフ始めてから、うん、みんなにアドバイスされたのは左肩回せ。確かに確かに、不思議でしょ、不思議でしょ。日本は肩回ってないと左肩しかない。声が出ない。なるほど、なるほど。いやいや、あれなんだよ。電車が通った。俺と小池はさ、昔から右腰と右肩引けばいいんだよって言ってたんだよね。言ってた。言ってたよね。本当に。それの方が簡単だしっつって。なるほど。うん、まだ10代の時ね。そうそうそう。だから銀ゴル始めた時もみんなほら生徒さんにそういうふうに言ってたじゃん。言ってた。左肩回すじゃなくて、右腰引かないと肩回らないですよっつって。そういうことですね、レイね。でもさ、そうですね、当たり前だよね、まあ、だってさ、弓じゃないけどさ、投げるのだって絶対右サイド引くじゃん。確かに、確かに、投げるときも右サイド引くじゃん。確かに、レイ投げるときね、あんまり下手なんで。レイちょっと一回投げてみて。ダメだよ。あ、ダメだ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 。昔俺ビデオ持ってたんだよな、レイの。え、まだ持ってるんですか。じゃあレイさん、右手一本でちょっとそのなんか雰囲気を出して遠く持っていくイメージですか。右肩を引くイメージ、遠くでもなく、うん、そういう感じ。やっぱりさ、右手一本で打つ意味って俺も思ったけど、やっぱりその右肩をちゃんと引けるってことだよね。ああ、なるほど、なるほど。形じゃなくて、だってさ、うん、右手一本の人が右肩そこに置いてバックスイングしたら、右肩を動かさないで右手で上げたらそうなるよね。確かに。ってことは、大きいウィスを作るには右肩を動かすってことでいいですか。そこですね。やっぱさ、左肩が曲がってもさ、右肩ってああやって止まっちゃうことあるんだね。あ、なるね。だからやっぱり結局は右を引くなんだね。じゃあ右肩止めて左肩回して、右肩止めて左肩回す。よくいるよね、これね、これね。いや、こんなに綺麗じゃないよ、うん、あのね。出てきた、出てきた。ちょっと、ちょっとマイクあげるよ。その通話しとくて。俺がやってあげるよ。準備していくよ。これだよ。それね、左肩回ってるけど。見て、めっちゃ回ってる、ほら。確かに、ほんとだ。見てみ、これ。見てみって分かる。でしかもこうなればなるほどもっとだ。ああ、それ勘違いしてるよね、左肩回せってたら。これめっちゃ回ってた。それ右肩全然回ってないね。だけど左肩回さなくても右肩引くと、あら不思議、入っちゃった。はい、交代。
右手1本で例打てんの、なんか打てそうだな、当たり前じゃん、レイモンド松原だよ、おお、小池の次にうまいな、これさやっぱりさ右肩引いてるから、なるほど、はい、そこそこ確かに動いてますもんね、じゃあさ右手をで打つのにさ左肩だけ回してるって右手で打ってるんですか、右手で打つんだけど全然どういうことですか、手は動かなくていいんだよ、肩そうなるよ、あ、はいはい、なるほどなるほどね、なるほど、確かに右肩動かしていった方が、うん、はい、これさ片手の練習にすごくなる可能性あるよね、はい、話よく見るのはこの右肩動かさない人は、うん、こういう動きが出てくるじゃないですか、あ、おろおろしてくるときに、はいはいはい、なるべくその分だけ、まあ、遠く持ってくれば持ってくるほど引っ張り、うん、まあ、寄せるっていうかそういう動きも出やすいんじゃないですか、はい、これさ、例英語ではさ、日本語はさ、あ、そこでいい、そこでいい、これこう、キャストって言うんだけど、はい、キャストって言っちゃうんだけど、本当アメリカは何、まあ、キャスティングとか言いますね、はいはい、キャスティングはリリース、リリース、はいはい、アーリーリリース、アーリーリリース、アーリーリリース、じゃあちょっともう一回例右手で打ってみて、ってことはさ、体の回転ってことは右手で打ってて右肩さえ回ってれば、うん、飛ぶってことだね、確かにそうですね、はい、そういうことでしょ、動き続ければ確かに、確かに、はい、だから気をつけなきゃいけないのって左手一本で練習する人いるじゃん、うん、そうすると右肩動かさないで左肩動かして練習、ちょっとどうだって得意でしょ、何を悪いで左手で片手で練習してるのに右肩が動いてないから、うん、あ、はい、なるほど、要するに左手で打つんだけど右肩が動いてないから左手だけそんなひどい人いないでしょ、え、それやりすぎでしょ、いや、いますよ、いるよね、でも打てない人はこうなるよ、左肩回すよ、右肩動いてなくて左手で肩だけ動いて空振り、これ右肩動くと、ああ、そういうことだね、だからあれだね、レイね、あの右、右がこうちゃんと引けて、まあ、右の腕がこうバーンと触れて、で出力って結構右腕のそのなんだろう、パワーは OK だね、で結局左手が動く場所がしっかりしてれば右サイドのパワーは使っていいってこと、伝わってきますもんね、使っていい、はい、はい、どうぞ、出ました左手のグローブを右手にする男、これなら打てそうよ、すごい、ヘッドスピードが、ヘッドスピードはちょっと今ちょっと上がんなかったな、ちょっと待って、ボールスピードが140、140だ、走んじゃないのおじさんうわ、何このおじさん、飛べ、大したことない、大したことない、いや大したことない、でも小池270飛んだじゃん昔昔ね、いや山崎さんが見てた時にドラゴンのクラブで270飛ばした、あ、右手で、そう、ただあの時ねまだね38歳ぐらいだった、若いね、いつの間にか50、すごいですね、でもこれね面白いよ、でもこれ来た、これ来た、これ来た、マジで。これ取ったかな。やった。信じられないわ。だ昔の小池の20ヤードまで迫った。すごいわ。だけどこれね、あんまりちょっと気をつけてもらいたいのが、僕もそうなんですけど、右肘が痛い。肘が悪い人、あのほら衝撃に、じゃあレイ右手肩飛ぶ、レイ対大立て、じゃあ俺行ってみようか、はい、うん、じゃあ小池対大立て、昔270だった小池が200、あ、しかしワイドですね、ダメだ、全然飛ばなくなったわ、あーでもね、まあ200ちょっと200はいってる、200スライスしちゃうんだやっぱね、昔小池マジで270ぐらいだった、
っていうかフォローが全然いかなくなっちゃったね。振り切れてたわ。飛ばなくなったわ。レイ行ってみる。レイじゃあレイ、レイ右手。でもほら今ので200以上飛んでるからいいじゃん。俺左も250いったよ。まあ、なるべく、はい、さっき言ってたみたいに右肩を大きく動かせれば、はい、右腕を使わなくて済みますから。はい、まあ最初はちょっと苦しいんですけど、うん、まあ、なるべく遠く持ってきながら、うん、寄せやすくなってますから。今みたいにちょっとこう離して持ってで、この状態のまま、うん、これちょっとあれだね、ストレッチにもなるね。確かに確かに、はい、ね、結構これいいですね。効きますね。はいはい、でやっぱさ、レイサーフィンしてるから広背筋がすげえや。ここが。あ、そうですか。ほら、ビヨーンとほら、羽が。でも結局さ、やっぱりさっきのさ、見ててさ、うん、左肩は回さなくても右肩引くって結局はだって同じ位置じゃんって言うけど、実は違うのは、なんでかっていうと肩甲骨があるからね。ね。そう。左、グーって寄ってくるんだよね。そう。肩甲骨の可動範囲って、ものすごい広いもんね。よくさ、左肩動かそうが右動かそうが同じ場所じゃんって、うん、右やっても左やったって右来るじゃんって言うけど違うんですよ。丸まっちゃうんですよ、左肩でやると、はい、だから例の見てると明らかに効いてるもん、うん、なるほど。弓を引くように。でまたね、またしつこいけどね、サーフィンやってるから柔らかいんだよ肩甲骨。そういうことなんだ、うん、あとは俺たちより例今何歳？47です。ほら7歳もある。買いな、また死にやばいじゃん。全然よ。もうまだまだジャンボさんこの時バキバキ買ってたからね。40もうバンバン買ってたから。40超えてから60勝したの。47ぐらいの時も年間 3,4 勝してたから、まだレイ勝てるんだ。頑張ります。ちょっともう一回じゃあ最後右手で、右手で一回やってみてください、うん、普通通りですか。あ、普通に最後さ、やっぱり見てる人は見たいでしょ。あんなこと言ったってさ、飛ばしじゃないのなんて思ってるから。あ、振ってみます。でもレイは飛ぶよ。まあまあっすね。まあまあ、まあまあっす。まあまあっす。言ってないですね。もう一回言っていいですか。おー、まあまあっす。まあまあっす。まあまあしか言わない。まあまあっす。まあまあっす。ちょっとレイ300飛ばして終わろう。 OK です。頑張ります。どうかな。ダメだな。落ちないです。じゃあもう一球。腹減ったね。これはね、転がっている。これはね、ランが出ます。今ね、いいんだもんね。ランが出ますよ。お、300行くのか。行きました。ギリギリ、ギリギリ、ギリギリだけど、まあまあじゃないですかね、うん、まあ本来だったら320ぐらい飛ばしたいんだろうけど、でもさ、47歳ってもうシニアに近いからさ、うん、そのぐらい飛べば十分でしょ。もう十分ですよ。で、お、これね、レイもね、曲がんないのとね。何今のレイ、左手くるくる。くるくるくる、タイガー。やったよ。すごいなぁ。よし。300。やっと、やっと。170ありますからね、ボールソロ。これ、はい。これやっぱりさ、レイさ、はい。はい、リングロ来て、はい、レイに襲ったら、やっぱり売りは何ですか。飛距離アップさせる。飛距離、スピードを上げられますね。絶対、はい。だってレイさ、俺とかでかいけどさ、小舘もさ、レイ身長そんなないじゃん。それでも俺より飛ぶんだから。レイ144センチ。そうだね。やっぱりさ、知ってるんだよ、その飛ばす技術。確かに確かに。レイじゃあ体験来たら、はい、体験というか入会してくれたら、はい、あれだね、飛距離伸ばさせるね。もちろん。20ヤードアップいけますか。いけると思います。いけます、ね、それはもうあれだね、嬉しいね。20ヤードアップしたらだってすごいよ。1クラブも2クラブも変わってくるじゃないですか。
セカンドが、はい、だって7万円で打てたところ9万円でいくんでしょ、はい、それはグリーン乗るようになるでしょ、うん、確率上がってきますもんね、あと気持ちよくなるよ、メンタルが、そうだよね、飛ぶってやっぱりね、ロマンだしね、ロマンということで、はいはい、じゃあレイ、あとなんか体験来た人になんかあれなんじゃないですか、割引してやってください、はい、何の割引じゃあ今回だけレイのこの動画を見て、ね、人は先着何人する2人、すっごいな、いやいや、すいません、本当ごめんなさい、すごいな校長、今ね、あのなかなかね経済ね日本っていうのは難しいんです、うん、先着2名、3名にしてあげたらいいじゃない、2人じゃすぐ終わっちゃうよ、じゃあ3名、じゃあ僕が出しましょう、3名、はい、あの本当は1万800円だっけ、うん、今、はい、体験、じゃあそれを1400円、小舘プロが5000円を負担してくれるので、おなんかあれみたいだね、レイの動画見ましたで5400円、先着3名3名だけね、はい、じゃあレイ、そしたら小舘から小舘5000円払ってくれるの、はい、3名だけね、3名誰名を来たらヒューレアップさせてる、それは間違いない、ヒューレアップさせてる、その体験でヒューレアップじゃなくて、そこからねちゃんと習った方がやっぱりさらにスピードは出てくる、いや、やっぱりゴルフ力もレイは上げてくれるんで、全部そうだよ、めちゃめちゃ上手くなる、僕に習っても上手くならないいや、なるでしょう、はい、じゃあありがとうございました、はい、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました、レイありがとうね、よかったらいいねボタンどこにありますか、そこですよ、いいねボタン指を出すでしょ、はい、じゃあまた来週じゃないよ、レイは。まあいいや。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。